もよしお兄さんです。今回の三好もあなたの三好教えてください。よしお兄さんの三好。先日視聴者の皆さんからあなたの三好スポットを募集しましたが、そこで選ばれたのは四日市市中央緑地です。ここで応募してくれた視聴者さんとお待ち合わせなんですが、よしお兄さん、おどうも。もしかしてそうです、私が今回応募させていただきました、いなべ市出身の花井由紀と申します。この場所を推薦した花井由紀さん、実はプロのバイオリニストとして活躍しています。今回の推しスポット四日市市中央緑地は2021年にリニューアル、さまざまなスポーツ施設が揃った大型の緑地公園です。実は私四日市市の観光大使もやっておりまして、2021年に常若国体とか常若体育があったの覚えてますか？ ありましたね。新型コロナウイルスの、ね、感染防止対策でできなくて、なってました、ね、そうなんですよ。本当は大々的に皆さんに知ってもらう機会だったと思うんですけど、うんうん、それができなくなってしまったので皆さんに見てもらいたいと思って、うん、大使として今回応募してくださった、うん、ということは、いやでも市からお願いされてるわけじゃなく、はい、めちゃめちゃ個人的に自分のスマホからしました。そうなんですね。そんな花井さんの一押し施設はドンと構えている総合体育館、はい、でっかいですね。そうなんです、うん、ちょっとここをぜひ押したいと。おお、綺麗ですね。結構かっこいい感じじゃないですか？天井は三重県の木を使った格子状のデザインがスタイリッシュで素敵ですが、この施設を推す最大の魅力は誰もが気軽に利用できるところ。例えばウォーキングコースは冷暖房完備なので、はい、天候にも左右されず、うん、つまり雨になってもここでウォーキングできると。そうなんです。ちなみに利用料は無料なんです。そして超でかいアリーナは失礼します、うわすごいすごくないですか？これはこれは卓球台何個あるんですか？収容人員3000人の巨大アリーナはスポーツ大会も開かれますが、一般市民も気軽に利用できるんです。そして花井さんの超推し推し施設が弓道場なんですね。しかもここ弓道場の観覧席、観覧席、ここはなんとガラス張りになっていて、すごい、おーすごい矢が目の前で見れるっていう。高校時代弓道部だった花井さんによると、この環境で見学できる施設はなかなかないそうです。教室も開かれているそうなので、よしお兄さん弓道に初挑戦。的には当たりませんでしたが、素人でここまで飛ばすのは珍しいそうです。よしお兄さんすごいですね。皆さんが訪れたらスポーツを気軽に楽しむことができるっていうのがこの施設の魅力かなと思っていて、レストランとかカフェとかもあるので、本当にお休みの日に気分転換に遊びに来てもらえたらいいなと思っております。今回のイチオシフォトはこちら。私今回初めて弓道を体験しましたが、こういった施設があると新しい体験ができていいですよね。花井さんの三重推し最高でしたね。三重県の観光情報サイト観光三重に今日放送の三重推しもこの後午後5時頃から掲載されます。ぜひご覧ください。現熊野市飛鳥町伊里町の俗称である流れ谷について、豊かな自然や独自の民族文化などを紹介する企画展を開催中です。詳しくはホームページで。